今食べた師匠のとこ電話しいよっと。愛の参加が歌えたような気がします。そうか、よかったな。お前この前うちで愛の参加を歌った時、お前 A イコール 440Hz で歌ってただろう。はい、歌いましたね。お前自分の譜面に A イコール 395Hz って書いてあるのに、なんで440で歌うのかなって不思議に思ったんだけど、どういうというわけだ。書いてありますね。そうだな、お前意外とマメだからな、譜面に書くよな。書いてありますね。そうだな、その中を 440Hz で歌って苦しそうに歌った。そもそもそんな越路吹雪さんと同じ音域で歌おうっていうのが無理だ。いくらお前の声が高いと言ってもな、物には限度というものがある。わかるか。はい、わかります。はい、でパスタ美味しかったか。美味しかったです。はい、俺が作るパスタとどっちが美味しい。それはアルフォンソさんのパスタで、パスタですね。はい、お前もなパンクバンドとかな、ニューヨークマラソンとかないろいろやらされてな、大変だったとは思うが、あれだろ、スタジオペンタさん、なかなか仲良くなったんだろう。そうなんですよ、すごいいい感じの人で、なんか話が合うんですよね、年代も一緒で。よかったじゃないか、そういう人脈は大切にしとけ。今日すごい感動したんですけど、スタジオペンタさんの従業員さん、みんなすごく掃除するのが丁寧なんですよね。そうだろう、スタジオ清潔にしないとな。お前のところもな、本当に乱れ切ってるからな、ちょっと全部ゴミ箱にぶち込め。お前の前にあるものほとんどいらないものばっかりだ。なんかよくわかんないメモ帳とか、なんか使いもしないピックとか、全部捨ててしまえ。わかったか。あ、はい、わかりました。しばらく熱海には来なくていいからな。お前が来るとな、飯ばっかり食ってな、金がかかってしょうがないんだ。じゃあそういうわけだ。じゃあな、ガチャ。